帰らないか、幸子。え？って、出会ってまだ数ヶ月なのに二人きりで下校を？ひょっとしてこの後、手とか繋いじゃうのかしら。ハレンチだわ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。待ってください、シロさん、あなたが寝ちゃうと見た奴が主に俺一人が死んじゃう。あ、おー、待ってる人を助けに行くわよ。私は今恋をしている。恋をすると世界が一変して見えると聞いたことがあるけれど、ジー見れば一発だし。この男、自分にそれだけの価値があるとでも思っているのかしら。友人ゼロ、理系。超痛かったけど。あ、まあ、なんだ。ありがとう。じゃあ行こっか。その人間は私のものです。女王陛下、あなたがなぜここに。これはこれは、我らが吸血鬼の女王クルルツェペ氏だから、僕がこの剣を。そんなにユウさんのことが心配ですか？そんなはずないだろう。なんで私があんなバカを。あ、ユウさん。それは医者が決めることですよ。それに。なんだよ。いえ、別に。膝枕。恥ずかしいからはっきり言わないの。あとこっち見るのも禁止。目つむってて。恥じらうエミリアだも最高だけど、そもそもこれってどういう状況。俺いつの間にご褒美もらえるような手柄立てたっけ。呆れた。何を言っても無駄みたいね。そうそう、それでいいんだよ。お前は僕のものだってやっと理解したわけ。いいよね、程よく鍛えられた足ってのはさ。なぶりがいがありそうで実にいい。うん、そのための私たちなんでしょ。もちろんだ、頼むぞ。見た。あ、いや。見てみる。